僕は北海道で大丈夫です。社長、あれどれだろうな。上がってますよ。あ、めじじいですよ。審判じゃないですか。審判じゃないですか。もうダメ、どけよ、おい。よし、お疲れ様でーす。おはようございます。おはようございます。まあ本日はですね、はい、まあ社長を切りさせようっていう、はい、定番ドッキリをやりたいと思います。皆さん見たいやーつ、私も見たい、見たいやーつ、やばいやーつだからね、うん、お前からしたらやばいっす、本当に。とりあえずその怒るのが一番ね、まあうちの塗り替え道場だったらトップチャートっていうの、まあランキングで上位に入るでしょ。確かに、うん、そうですよね。ですよね、はい、うん。で、あのセミナー動画とかってもうオワコンじゃん。オワコンじゃん。そこの底に行ってますね。もうそこやん。めっちゃ言うっすね。めちゃめちゃ。でも、事実ですもんね。切れないと伸びないんですよ。切れず伸びんやん。どうやって切れさせて伸びるかです。今伸び悩みだからさ、髪の毛の方も。髪の毛の方も。確かに。今ここら辺でちょっとパーンっつってね、うん、やっぱ俺がちょっとバズるネタを、まあ、今回持ってこようかな。僕らね、2人で。愛の共同作業。どう切れさせるんですか。どう切れさせる。バカ、ハゲ、アホ、カス、ボケ、ナス、ビ。マジっすか。まあ、とりあえずハゲは、まあ、社長の悪口の定番だから、そう絶対盛り込んで、たくさん言ってたくさん言って、いや、きついっすよ。ハゲドリンクバーって言ってもいいよ、別に。出た。ハゲドリンクバーって言って前回の YouTube で使ってるから。いや、それは無理っすよ。私言いましたからね、ハゲドリンクバーって。そうそう、リリちゃん言ってるからね。まあ、打ち合わせ、みんなガストまで行くじゃないですか。みんな社長のことハゲドリンクバー言ってるんですよ。ハゲドリンクバー、もう今ここで社長にボロカス言うか、それとも俺に塗装班潰されるか。どっちがいい。塗装やりたいだろ。やりたいです。やりたいだろ、はい、だったらもう言うしかないだろ。まあ、でも多分切れたところで、あのカメラとこれがあるって時点で、あの収まる。これはあの撮影っていうので、そうそうそう、あ、そういうことねってなるから。でも前置きだね、本当に。前置き、前置き、うん、恋愛青春とか言ってあるじゃん。あんなような感じ。うん、いや、きついっすね。いや、きつくない。いや、大丈夫大丈夫。まあ、うちらもいるし。いや、何があっても俺は守るわ。いける？まあ、ちょっと頑張ってみます。頑張ってみます。ではね、隠しカメラをセッティングしてね。はい、そうですね。ちょっと社長ちょっと呼びたいと思うんで。はい、ちゃんと言えよ、やれよ。まあ、おるから、うちら。だから、はい、うん、大丈夫、大丈夫。なんかあったら別に助けたって。うん。多分そんな言えないですけど。いやいや、今のか。じゃあ、行ってみようって、俺だけ一人で波動拳しようか。じゃあ、ちょっととりあえず隠しカメラセッティングして、はい、社長呼んでみたいと思います。はい。はい、では、社長が来るまで、波動拳。あれ？行ってみようとかじゃないんですか。やらないです、もうやらないですね。ちょっとタイミング話しましょう。ありがとうございます。はい、ではですね、はい、社長にちょっと電話して社長呼びたいと思います。呼び出しましょうか。はい、普通の電話はちょっと社長電話出ないんで。あ、そうですね。大事じゃないよ。ちょっと電話しますね。なんかちょっとなんか青木が話したいことがあるって言ってたんですけど。誰に。はい、社長に。もういいのかしら。いや、なんかどうしてもなんか喋りたいって。僕たち調整者なんて入らないです。いや僕らもたまたまいて、なんか本社に来たらなんかまあ青木がおったもんで。調整されました。いや、なんかそこら辺はまあちょっと詳しいこと聞いてないんですけど、まあ、ちょっとどうしても社長と喋りたいんですけどって言ったんで、まあちょっと僕電話したんですよ。大した話じゃなかったら切れそうよ。ああ、全然大丈夫です。でも結構なんかし、あの深刻な話っぽいですね。どうした？お疲れ様です。お疲れ様です。どうした？いや、なんかちょっとなんか、どうした？いや、別に私は、担当も休憩しました。どうした？ちょっと仕事の話で、ちょっと仕事が薄いんで、そういう話したくて。仕事薄い話は俺にしたくしょうがねえ。知らないよ。職長にいいんじゃないの、そんな。いや、もう職長と話したの。いや、職長には話してないんですけど、うん、ちょっと仕事が薄いんでどうにかならんかなと思って。
て職長、仕事が薄いの？そうです、仕事が薄くて、うん、も6月も出勤ミスが全然ないんで、どうにかならかなと思って。お前の話聞いたの？まあ、ちらっと話聞いて、うん、仕事が薄いのはいいんだけど、別に。ないかなと思って。今月何日でどうなの？今月はもう、まあ、20、20日切るかなぐらいですね。あ20日切るかなぐらいです、ね、もう20日切るかなってお前ら23とか4だったらお前仕事おいおいってブー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 言うやないか。いや、そんなことです。あ今は仕事が欲しいですね。仕事欲しいってお前その社長かお前知らんわそんなもん。だからお前大体まああれだから、まあ、倉庫の大きいやつあるだろ。みんなあの雨で仕事取ってきたやつあるじゃん。いや室内のあのなんか内装塗装かなんかあるだろ。あれ結構上位で容器入るんじゃないの。あれはまあちょっと僕はだるいんで入らないです。だるい？はい。どういうこと？もうやりにくいんでちょっと入らないです。どういうことやりにくいって。でも断ったっすね。お前が？はい。やめとるのお前。どうもう倉庫の掃除もあるだろ。倉庫の掃除は、まあ、職人がやることじゃないんじゃないですかね。職人がやることじゃないけど毎年梅雨とかお前こんな時期お前みんな暇の時やるわよ。トイレの片付けとかお前段取りあるだろ。トイレの容器ジムにやらせたらいいんじゃないですかね。ジム関係ねえやんお前。これ舐めとんのかお前。お前職人はもうそんなこと俺言いにくいことじゃねえだろ。大体そんな仕事があるとかねえとか、まあ、営業だって本だもんだよお前。そんなことは俺言いにくいことじゃねえよお前。何言っとんのお前。もう社長ハゲとるじゃないですか。ハゲとる？いやハゲとるっすよ社長。どういうこと？ハゲとるじゃないですか。テカってますよお前。テカってる？どういうこと？お前舐めとんのバカにしようか。チンパンじゃないですか。チンパン？はい。どういうこと？チンパンジーじゃないですか。まあ、めと現場で黄色いヘルメットかぶって、うん、現場邪魔しに来て、うん、チンパンジーじゃないですか。誰がチンパンジーなめとんの？なんでお前俺にそういうこと言うんだって。何を怒っとんの？いや怒ってないです。何を言っとんの？さっきから。いやハゲとるんで。何そういうこと言ってんの？いやもうハゲとって。ハゲとってじゃなくてなめとんの？いやなめてないです。もうなめとんの？いやなめてないです。あ？ハゲとるじゃないですか。何？ハゲとるじゃないですか。ハゲとる？ハゲじじいっすよ。もう裏でみんな言っとるっすからね。もうなめとけよお前。誰にもらっとんのお前。はい。もう誰にもらっとんのお前。違う、あのドッキリっす。誰がハゲが聞いとんのお前。てってれーす。てってれーじゃねえって。おい、ちょっとお前なめとんの。いや、違うっす。おい、はい、お前なめとんのお前。ドッキリっす。もう誰にもらっとんのお前。おい、ちょおい、こっち来るよお前。おい、誰がハゲだお前。ハゲです。あ？ハゲです。お前誰がハゲ言ったお前。ハゲ言ったかよお前。いや、違います。じゃあなんだ。俺髪の毛開いとんかじゃ。開いてます。ふさふさです。ふさふさ？お馬鹿にしとんのお前。いや、してないです。誰がふさふさなんだ。社長です。お前チンパンジー言ったよな。いや、あれは本気です。あ？本気です。どういうことだってお前。おい、いや、ドッキリで。じゃあドッキリ関係ねえよそんなこと。お前、おい、おちょくったかよ。すいません。お前チンパンジー言ったかよお前。ドッキリやったら言っていいんかそんなこと。いや、よくないです。何？よくないです。どういうことやで。お前チンパンジー言ったろ。いや、ブサイク言ったなお前。いや、言ってないです。ブサイク言ったやんけ。いや、市長かっこいいです。は？かっこいいです。かっこいい？誰に言っとんだ。誰に挑んだ俺。かっこいいって言ったら芸能人だとやろ。キムタクです。キムタク？はい。キムタク？はい。キムタクに挑むよお前。舐めとんのお前。バカにしてんのお前。いや、おい、してます。髪の毛ふさふさとかお前舐めてんの。いや、すいませんでした。お前小バカにしろ。お前クソアギがお前。すいませんでした。なんでドッキリって誰に言われてるとかこれ。いや、寺口さんに。どこら辺があいつらが言ったら関係あるのか。お前ら関係あるのか。お前らやったのか。いや、あの、寺道さんが。え、寺道じゃねえでよ、お前。すいません。やめとんの、お前。おい。すいませんでした。あ、そうだろ。あ、やめてんの。え、てぇー。青木、ドッキリだろ。やめてんの。え、てぇー。青木、ドッキリだろ。あ、やドッキリだよ。ドッキリだよ。よいしょ。
はい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、かわいいんだよ、私かわいいんだ、僕おぷちゃん。今日の企画は何ですか？今日はあの、ブリキ君が社長をキレさせます。ブリキが俺をキレさせる。イエーイ。イエーイ。しかも行ってこれ途中で流れとるくらいということでさ、まあ、今日の企画は多分視聴者も騙して、はい、視聴者も騙してもうブリキが俺を消えさせる人なんでしょ。そうです。それオープニングを別で撮るんでしょ。はい、はい、撮ります。なんで、まあ、俺を意地でもいい消えさせると。はい、まあ、そういう企画なんだけど、ぶっちゃけここでもう俺ら3人でブリキをはめるってことでしょ、はい、逆ドッキリみたいな、はい、逆ドッキリ、本当に逆まあちょっと早いですかね。それから最後、まあ社長がブリキ君にブチ切れてほしいです。わあ、切りまくるってことでしょ。あ、さあ、お前、あれ読んなよ。いや、YouTube のそんなにダメですよ。お前、本当にあれ読んなよ。近い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 。こんな可愛い顔して YouTube 存続のためですよ。まあ今嫌がったらアドリブだって怖いけどねマジで嫌がってるよね。お前で笑っとんじゃん、殺すぞ逆にあれがアドリブじゃなかったらおかしいっすかね。アドリブマジで抵抗していくわパッてこれ、私の瞬間にもう上手くなった。視聴者の皆さん、まあとにかく楽しんで、はい、あいつも結構これから YouTube 出たいって言ったんでしょ。あ、言ってますね、うん、なんで、まあ、宣伝の意味でもね、あいつにこう YouTube ってこういうもんだぞっていうのを、はい、まあ、教える意味でも、はい、ちょっとみんなでやっていこうということでやってますんで、はい、ね、まあ、しょうもない話もんじゃなきゃやめててね。登竜門ですからね、社長から切れられるっていうのは、うん、YouTube のそうそう、 YouTube のね青木、ドッキリだろ青木ドッキリだろ青木ドッキリだろよいしょ。こいつに髪の毛ふさふさとか言って俺髪の毛あれどんかじゃん。あいつもふさふさです。あれがキムタクや。あれがキムタクや。おいおい、キムタクです。キムタク。はい、ちょ、なんかお前途中でかわいそうになっていいんだもんね、お前あそう、やべえと思った。いや、もう名古屋に沈められる。名古屋。でもお前らちょっと逃げ方下手だったで。あれ、いや、まあさーって逃げたんですけど、ちょっとめちゃくちゃ違和感あるかなと思って。違和感あるかなって。ちょっとなんか俺もなんか切り方がちょっとやばかったな。いや、もうでまあまあ怒ってましたからね。じゃ本当は全然怒ってないよ。全然怒ってない。もうだって知ってるもん。全部知ってるもん。だってめちゃくちゃ可愛さ。違う。最初さ、こいつなんかもっと切れるってことじゃん。はい。全然切れてこんもんね、お前。どこでも怒るのなんか俺のスイッチ入るのもおかしかったかな。あれみたいな。なんでどこでスイッチ入ったみたいな感じなんだろう。ちょ、もう最初から知っとんの。お前が今日仕掛けに来るから。逆だから、逆ドッキリだから。マジでないっすよ、それは。お前が仕掛けに来るの。俺一つって言うだけ。全部知ってるから。全部知ってる。お前が来る前にもう打ち合わせ済みだから。打ち合わせ済み。もう塗り替えると敵しかいないですよ。敵しかいない。そうそう。お前が俺にはめようなんてまだ早いんだって。すみませんでした。ブリキ、ブリキ、塗装班潰されるか、社長にも言うか、どっちがいい？社長にも言うかっすね。人言ったのか、こいつは言っただろう。はい。切れるの数字伸びるでお前切れさせろって言っただろう。それ俺たちも同じこと言ってるから綺麗なやつ見るでどうする。とりあえず青木切れとくか。青木切れとくかとりあえずブリキ呼んで切れるか。もう一人ずつだけ違ってたね。マジ偉い質問。もうさお前誰がハゲだ。はい、ふさふさだろ。お前ダメくさくさだ。ふさふさだろ。ダメくさくさだ。すいません。ダメくさくさだ。キムタクなんてテンパってキムタクなお前、お前、角度の格像だろ。ふさふさとか言ってたね。ふさふさ、悪意がありすぎる。しかも、もう2人がさ、まあ、多分カメラに映ってないけど向こうからさ、もう似たりだ、似たりだ、一緒に見てるとかって、お前も俺、ドラキになっちゃって。もう本当に立ち悪いっす。立ち悪いっす。ブリキ見れんすもんね、後ろで怒られたらもんね。そんな感じです。はい、カメラの向こうの皆さん、はい、俺は悪くないからね。
こいつが悪いからね。そしてね、ちょっとまあ嫌がらせだね。普段あんな怒るやろ。どう視聴者の方に言え。あんま怒ったとこ見たことない。じゃ言わされてるか、あんまないか、お前。大丈夫？あんまり怒ったとこ見たことない。見たことない？はい。だよね。はい。ね、リリちゃん。そうだよね。ここだもん、見たことないよね。職人さんが怒ってる。でもね、こいつら、ね、ほんと職人みたいなの。きっと伝わらんもんね。俺営業とかでほんと怒らんよね。そう怒るって静かに怒ってくるよね。職人ってやっぱどないじらさんとわからんもんね、こいつら。あれがね、前頭葉がないもんね、お前ら。前頭葉がないから。大脳しかないもんね。大脳は本能に通じなくて終わんないんだなと。前頭葉ねえやつらはもう大変なんだって。まず考える能力ないからね。考える能力ないから、こいつら。はい、そんな感じです。はい、皆さん。まあね、たまにこうやって、まあ、切れて数字取りに取るんで、はい、ですけど、またね、面白い企画考えて、まあ、またブチ切れの時にちょっと何個か企画組んでるんだね。はい、うん、まあ、今度はちょっとバキバキに俺から仕掛けて切れまくってやろうと思います。みんなね、まあ、梅雨はね、ちょっとな、たまにはいいだろうから刺激になって。そうですね、いや、もう、はい、いいだろう、現場大好きなんだね。お前、チクチクしないぞ。お前、大体いつも動画撮ろうって言って、はい、いつも彼女と予定があるっていうのをマジでイライラしてるけど、すいませんでした。すいません。はい、チャンネル登録と、じゃあいいね、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、さねー。ジョリス。